ウィリアム・ハーベイウィリアム・ハーベイは、イングランドの解剖学者、医師。名字はハーベイ、ハービー、ハーベイとも表記される。医者としての腕を磨き、宮廷の寺院にまで登り詰める。一方で、解剖の研究を進め、血液循環説を唱えた。イングランド南部ケントの町ホークストーンで、代々牧羊業を営み運送業も経営する、新興階層に生まれる。 フォークストーン市長を務めたヨーマンのトマス・ハーベイとジョーン・ホーク夫妻の間に誕生9人兄弟の長男だった。1605年に母が亡くなった後に父と兄弟たちはロンドンへ移住4年下の弟ジョンは宮廷へ仕えて役人として出世他の兄弟たちは貿易商人として成功を収め父が亡くなる直前に門商院から 紋章の使用を認められ、ハーベー家はヨーマンからジェントルマンへ、社会的地位を高めた。一方、頻繁に、金銭トラブルを起こして訴えられたりしている。1588年に、カンタベリーのグラマースクールへ通い、ラテン語と弁論を習得。1593年から1599年までの6年間、ケンブリッジ大学ゴンビルキーズカレッジにて、 修辞学、道徳、政治学、自然哲学を学び、1597年に学士号を習得したが、次第に大学を休みがちになり、1599年10月を最後にケンブリッジ大学を去った。次に、イタリアのパドバ大学へ留学。ここで解剖学者ファブリキウスに指示して1602年に医学博士の学位を取得する。同年イングランドへ帰国し、 ロンドンで開業1604年に王立内会医会へ申請して会員候補としての入会を許される。同年エリザベス・ブラウンと結婚、医師会で順調に昇進し最終的には1627年と1629年に二度専任会員になった。かたや1609年にセイバーソロミュー病院の内科医にも選ばれ、 1615年から1656年まで、医師会における、外科講座である、ラムリン講座の講師も務め、名医としての評判を確立し、1618年、当時のスチュアート朝の国王であった、ジェームズ・一世ッセイの議位となる。1628年、血液循環説を発表した。これは、激しい反論を呼び、特に、アリストテレスの説やガレノスの説を信じる学者からの、 否定意見が多かった。ハーベイと同年代でガレノス説に固執した保守的な思考の医者や哲学者たちが反対派となり、彼らより下の世代や外国人医師がハーベイの賛成派となり、1630年代になるとハーベイの血液循環説に関する実験がヨーロッパで広められ、血液循環説が認められていった。それでも、 循環器というあだ名をつけられ、患者は減ったという。反論への再反論は、1649年に、冊子の形で行った。ジェームズ一世の死後は、後に、新教と革命で処刑される、チャールズ一世に仕えた。1625年から彼の辞意となり、1631年からは、常勤辞意に命じられ、多忙なため医師会と、セイバーソロミュー病院から身を引き、 国王の側に同行したり、病院の業務引き継ぎを行い、国王の命令で、レノックス公爵、ジェームズ・スチュワートやアランデル・伯爵、トマス・ハワードに随行して2回ヨーロッパ旅行へ出かけたりもした。1639年に、上位上金ジーに昇進、1642年に勃発した第一次、イングランド内戦に際し、ハーベイは、スチュワート朝を支持して、ロンドンを脱出し、 ノッティンガムにいたチャールズ一世のもとに合流10月23日のエッジヒルの戦いでは前線に立って王子たちを守った。こうした行動でセイバーソロミュー病院から給料支払いを停止されるも宮廷が置かれたオックスフォードで研究者たちと信仰を深めていった。1645年からは国王の推挙によりオックスフォード大学 マートン・カレッジの学長を務めた。しかし、応答派の敗北が決定的になると、翌1646年4月に、チャールズ一世がオックスフォードを脱出した後、6月にオックスフォードは議会派に落とされた。そのため、学長職を解かれ、2000ポンドの罰金を課せられた。学長就任前の1644年には、 セイバーソロミュー病院からも解任され、ロンドンに戻った時には自宅に残した原稿が失われるなど、いくつも精神的打撃を受ける羽目に陥った。非生活でも妻や弟たちを次々と亡くし、子供もいなかったため、この時期は生き残った弟のエディアブの家に身を寄せたと推定される。1650年、ランプ議会は国王に組みした人物をロンドンから、 追放したため、周囲20キロ以内に入ることができなくなった。ハーベイは70歳を超えていたが、応答派の残党として不遇であり、通風の欲しさに悩まされるなど、意気消沈にして過ごす。そうした頃、ハーベイは発生学でも大きな足跡を残した。1651年交換の動物の発生で彼は、鹿の交尾前後からの発生の段階を観察し、アリストテレスの 胎児は月経血から生じるという説を否定した。哺乳類の卵を発見することはできなかったが、他の動物との比較からその存在を確信し、すべては卵からとの言葉を残した。その後、これら医学への功績が認められて、ロンドンに戻り、医師会にも復帰し、名誉回復された。この頃には、血液循環節は広く受け入れられるようになり、 友人たちに慰められたり若い研究者に囲まれ、満ち足りた晩年を過ごした。1657年6月3日、79歳で脳一血で死去。遺体はロンドンのエディアブの家へ安置された後、彼がエセックスに持っていた家族礼拝堂に葬られた。ありがとうございます。